どうも、ベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本物を紹介していきます。それでは早速行きましょう。今日12月8日は何の日でしょうか 正解は日本発の日刊新聞が創刊された日なんです。そこで今回はその新聞を読むのにふさわしい場所でもある名古屋の方の憩いの場所、米田コーヒー店のメニューを皆さんに紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。レッツゴー今回紹介する米田コーヒー店というのは愛知県は名古屋市で生まれて今や全国レベルまで発展をした喫茶店でございます。 店内は木を基調としていて赤いソファーが特徴的な店作りとなっています。とても雰囲気が良くて、どこか居心地の良い良さを感じさせる喫茶店です。コメダさんはコーヒーだけのこだわりだけではなく、バンズにもこだわっていてオリジナルバーガーを販売しています。特に人気なのがこの自慢のドミグラスバーガー税込価格620円でございます。 その自慢のドミグラスバーガーが史上初のリニューアルを経てなんと美味しさがさらに増したということで今回注文してみましたさて注文をした自慢のドミグラスバーガーが運ばれてきました老舗洋食店のデミグラスソースをコンセプトとして作られたこの商品今回のリニューアルでより濃厚でまろやかな味わいになったそうなんです うまみと風味が一新したデミグラスソースと肉厚でジューシーなハンバーグがいかに相性が合うかどうか実際に食べていきましょう。一口食べてみるとバンズは厚みがあってふわっふわです。さらにハンバーグも厚みがあって柔らかいです。キメの細かいハンバーグは噛めば噛むほどうまみが出てとろけたチーズとデミグラスソースが絡んでもう本当に美味しいです。 そして今回改良されたデミグラスソースは酸味はなく、どちらかというとまろやかな味わいです。甘みのある濃厚なデミグラスソースに辛子マヨネーズの辛さが少しだけ効いていて、本当に美味しいハンバーガーとなっています。今日のランチは米田コーヒー店に行って生まれ変わった自慢のドミグラスバーガーにしてみてはいかがでしょうか そしてもう一つ、米田コーヒー店の自慢の商品といったら、ロのワールでございますよね。現在は季節限定で贅沢ピスタチオを販売しています。香り高いソースに加えて、クラッシュナッツのピスタチオ尽くしとなっています。美味しくて、そして綺麗に盛り付けられたこのロのワールも、ぜひ行ってみて食べてみてください。 最後までご覧いただきありがとうございました。今後も日本の美味しいグルメなど多数日本物を紹介していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!